ラーダプリオラは、ロシアの自動車メーカーであるアフトバースが生産する大衆車である。セダンだけでなく、ステーションワゴンやハッチバックのモデルもある。2007年から2018年まで生産された。2007年3月には、組み立てラインが稼働し、4月21日に販売が始まった。ハッチバックモデルのリリースは2008年2月。 ステーションワゴン版は2008年10月にクラスのダールで開催されたモーターショーで披露され生産は2009年5月27日に始まった。プリオラーはその前身であるバスマイナス -2110 を大規模に改良したもので950を超える基本的な変更が設計に加えられ2000を超える新しい部品が使用された。2009年と2012年にプリオラは ロシア市場で最も売れている車となった。2009年に WTCC に従来のラーダ110に代わり参戦する。ラーダプライアー2012。デラボ t v b 2 0 1 2年12月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年1月14日閲覧。39%。2012年2月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2012年1月23日閲覧。税 2012? トルヌズ RU2013 年1月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年1月14日閲覧。2016? ありがとうございます。